はい、皆さんこんばんは。それではサイレントヒル4ザルームですね、続けやっていきましょう。さて、そしたらですね、前回来た時に怪奇現象が起きていないっていうふうに言ってたんですけど、よく見たらですね、起きておりました。それもね、一回やったことある大したことない怪奇現象だったんですけど、一応それ極めてからいきましょう。血のついた靴ですね、これが残っておりました。またも血のついた靴が怪奇現象起きておりましたね。こいつもちょっと除霊しておきましょう。まあ、大した怪奇現象ではないんですけども、頻繁に起こりやすいやつですね。はい、除霊完了です。それでは続きまして、建物乱立の世界ですね。2度目の建物乱立の世界へと向かっていきたいと思います。あの世界ではですね、リチャードが電気椅子で処刑されてしまいまして、今回の乱立の世界2度目の方では、リチャード・ゴーストが出てきますと。なので、また今回もアイリーンに協力を願いましてですね、2人で、リチャード・ゴーストをボコりたいと思います。ただリチャード・ゴースト非常に耐久力ですねが高く、耐久力お化けって感じです。なので、メダリオンおよびホーリーキャンドルなんかも持ってきました。清めの力でやつを弱らせたいと思いますと。いいかな、準備は。じゃあ参りましょう。もしかしたら逃げられちゃうかもしれないんでね、なんか途中にフッて消えちゃったりするんで、そうならないうちに一気にボコりたいですね。さあ、いきなりリチャードゴーストです。世界に入った瞬間に出てきます。さあ、こいつは飛べないんですけど、まあいいや、先にメモ見ちゃうか。あの頃に戻りたい。あの頃は良かった。誕生日パーティーをやった日だ。ペットショップには可愛い猫が、カゴにはたくさんのボール、ビリヤードも楽しかった。時の扉も開いていた。4つのものを見るとあの頃を思い出さずにはいられない、というこの世界の謎解きですね。謎解きとなります。回復も取っておきましょう。そしたらリチャード・ゴーストとの対峙します。来たかな。ちょっと荒ぶってますね、こいつ。なんだ、飛べない代わりにこうワープしていきます。清めの炎を焚きつつ、ちょっと遠いな、キャンドルまで。キャンドルの方に追いやりましょうか。せい、お、逃げた。非常に耐久力が高くてですね、なかなか倒せないんですけど、アイリーンの一撃が重い。アイリーンの一撃が重い。やれそうだな、これ。あ、やりましたね。予想以上にアイリーンの一撃が重かったです、ね。アイリーン？一応リチャードと知り合いでしょ？ね、一応知り合い、全く触れてあげないんですね。まあいいや、行きましょう。ね、前ヘリーの部屋の前でね、お互い喋ってたんですけどね、彼があんな姿になっても何にも言わない。ではまず下の階から攻めます。カランと、どっち側だったかな。こっち側かな。こっち側で良かったはず。あ、こっち側しかないね。はい、ではアイテムを取得して、メダリオン残っちゃったね。メダリオンも破壊されると思ってたんだけど、ホーリーキャンドルが思ってるから強力だったみたいで、割れる前にリチャードをぶっ倒せましたね。で、アイリーンを連れて行きたいんですが、今回もまたはしごで行かなきゃならないので、彼女を置いていかざるを得ません。なんで、彼女が迎えにね、に行けるように、いろいろその謎を解いちゃいましょう。
さあでは行く手を阻む、行く手を阻む触手を倒していこう。全部やる必要ないけど、帰り道に邪魔なんで倒しちゃいましょう。帰り道にいると邪魔ですからね。白い玉、ビリヤードの玉です。なんかビリヤードとかバレーボールとか、なんかさっきの謎解きに書いてあったと思うんですが、これらを4つを集めなきゃなりません。で、この辺の虫ですね、虫もすごく邪魔なので無視しない方がいいと思います。虫だけにね。Walter. Walter Sullivan. It's time to complete the 21 sacraments. But that's my name. And what are the 21 sacraments? Don't worry. You'll know soon enough. Well, let's go and see Mother.Let me go! That hurts! Damn! さて、ウォルター・サリバンがウォルター・サリバンにさらわれてしまいました。彼を救わなければならないというかね、救うのか。大変なことになってしまったわけなんですけども、それはまず関係なくアイテムを集めていきます。ここにバレーボールですね。なんで落ちてんだよって感じだけど、バレーボールがありました。で、ここにメダリオンがあるんですけど、これは今拾ってもしょうがないんで後回しにします。また後で来ますので、その時に使いましょう。さあ、やかましい、やかましい、アウチ。車椅子に引かれた。アウチ。あいつら何なの。で、もう一本ここにホーリーキャンドルあります。ホーリーキャンドル一応一旦帰るので拾っちゃいましょうか。帰んなくてもいいんだけど、今回は帰ります。キャンドルを持って、どこ行けないっけ。この建物乱出の世界はそんなに複雑なマップ構成ではないんですけど、なんか立体的でね、分かりづらいんですよね。さあ、ここビリヤードですね。で、ビリヤードのところに弾を返しましょう。はい、これで一つが謎が解けました。で、以前ここですね、3875だっけ、電話番号でここが突破できたんですが、ここにメモがあってですね、変な音がするという苦情のため電話番号を変えたと店長が言っていたが、屋上にはデカデカと出してある看板の電話番号も直さないとめんどくさい。ちなみに今回のナンバーも新しい電話番号の下4桁にしたと言っていたが大丈夫なんだろうかと。なのでそうなんですよ、電話番号変わっちゃってるんですよね。なので今一度部屋に戻って、電話をね、9の方の電話の方にかけてみましょう。もしかしたら電話番号案内があるかもしれません。では一旦部屋に戻ります。そうなんですね、電話番号は分かっているんですけど、こっちからかけられないですからね。3875だっけ。さあ、怪奇現象は大丈夫でしょうか。ベッドルームで今のところ起きてないね、怪奇現象。起きないか、起きてほしいんだけどな。違ったっけな。555。3875。ごめん、間違えた。一応確認しよう。外を見てみよう。何番だっけ ?3750 だった。全然違った。555、3750でした。失礼しました。555。5、5、3、7、
50ファイズですね。 The phone number you are trying to reach is no longer in service. The new number is 4890です。忘れそう。4890、書くものと書かれるものですね。はい、ではアイテムを預けて今一度向かいましょう。お、怪奇現象起きてる。今度はなんだ。割れたね。何？赤いソファーか。はい、はいはい、血のついたソファーみたいな感じですね。さあ清めていきましょう。結構地味な地味な怪奇現象ですねこれは。はい、錆びたドア、血のソファーみたいな感じの怪奇現象でした。うん、まあ、一応清めることができましたね。まあ一旦セーブさせてください。はい、 OK です。そしたらですね、ちょうどメダリオンが今割れたのでアイテム枠が1個楽になりましたね。で、弾もホーリーキャットもいません。バレーボールだけで大丈夫です。で、今一度ですね、強力な敵っていうか面倒くさい敵が出てくるんでスタンガンを持っていきましょう。スタンガンは大活躍ですね。で、ここの文章ちょっとね、長いので、まあ、要約して話をするとですね、ウォルター・サリバンについての生い立ちをざっくりと以下にまとめると。サイレントヒルからこのサウス・アッシュフィールドまでは、当時の彼にとってはかなり長い距離だ。地下鉄などを使って毎週に通い続けて、だけど、すでにこの302号室には誰かが住んでいたので、なかなかこのね、302号室、母の元に帰ることができなかったと。とりあえずですね、それでもね、何度もこのサウス・アッシュフィールドに来ては、中の様子を伺ったりとかね、何でも足をね、遊び続けたんですが、当然そのアパートの住民たちにとっては怪しまれてしまって、徐々にですね、彼にとってはあのアパートの住民たちがちょっとね、まあ、怖い存在、嫌な存在になってしまったわけです。で、その中で彼は大人に連れて、まあ、教団での教えがですね、色濃くこう出てきましてですね、母親である部屋への思いもさらに強くなり、世間一般に対しての恨みも募っていったわけです。で、そして彼はですね、その教団の中での教えの経典にあるものですね、聖母の降臨に目をつけてしまいまして、まあ、10人の殺害、10個の心臓なんかを手に入れたわけです。彼は普通の学生生活を送っていて、世間一般への恨みは成り立たせたまま、で、その後21の殺人を行ったわけですと。まあ、ちょっとかなりざっくり言いましたけどもね。まあ、この302号室に興味があってね、いつも見に来てたんですけど、まあ、住民たちが邪魔だったと。で、その後ですね、彼の中のその教えに従いましてですね、たくさんのその21の聖母の降臨のために殺人を犯していったわけです。まあ、ちょっと曲がった感情と言いましょうか。普通に302号室にね、住めばよかったと思うんですけどね。普通に302号室に住むことができればよかったわけなんですけど、まあそうもいかなかったんでしょう。さあ帰ってきました。では一応ナンバーだけ入力しておきましょう。まあ後でもいいんだけどね。4890ピーと開きましたと。ではバレーボールをですね、仲間の元に戻してあげましょう。なんで開けたところは後でまた来ますので、今は一旦戻ります。今一度アイの元に戻りましょう。ここらのね、手順がちょっと複雑すぎましょうか。あ、こっちのか。面倒くさいのでちょっとなかなか進行がグラグラではないけど、わかりづらいんですけども、うわ、やめろ。一度アイの元に戻ります。で、ここでメダリオン拾っちゃ
なくても拾ってもどちらでもいいです。もう一度ここをさらに ID として取りますので、拾っちゃっても拾わなくてもいいと思います。で、この辺りはですね、またゴーストが再出撃してきます。うわ、危ねえ。ゴーストの妨害が入ってるのでちょっと面倒くさいですよね。さあ、ID はどっちだっけな、奥だったかな。はい、じゃあ合流しました。お待たせ。ごめんね、遅くなっちゃってね。では上の階に参りましょう。回復なんかも使っちゃおうかね。ダメージ受けてるからね。回復を溜め込んでもしょうがないからね。さあ、笑い声が、笑いの絶えない職場、3体連なってっかこれ。あれ、3体連なってるかもしれないな。あ、アイリー、まあいいや、行くっきゃない。まあやっちまいましょう。アイリー強いな。もう1人ダウン取ってますね。強いなお前。あ、痛い。これアイリーに任せとけばいいんじゃないかって気がする。こいつらを倒すのはね、やっぱちょっと時間かかるので、本来だったらね、ちょっとすごくリーチが短くて、当てるのが難しいスタンガンなんですけども、一撃で落とせるので重宝しようかなと思ったんですけど、アイリーンがいればなんとかなっちゃいそうですね。 Don't leave me alone. ああ、すいません。こんな強かったっけアイリーンって。当時の強化ってもっと華奢なイメージだったんですけど。じゃあリボルバーの弾を取りました。今度反対側ですね、行きましょう。あ、リチャードが苦しんでますね、上。確かね、10年前に、動画をニコニコに投稿した時のサイレントヒルはですね、このステージであの金属バットを用いて攻略に挑んだんですけど、金属バットが予想以上に当たんなくてですね、苦戦した覚えがあるんですよ。外した。金属バットのリーチの短さがやばくてですね、今回はおとなしく斧で来ました。斧だと楽ですからね。アイリン、アイリン強えな。もう一回踏めるぞ。アイリン、もう終わってる。ライフはゼロよ。では、こっち牛かな、牛っていうかさ、牛ガエルっていうのがいるんですよ、田舎の方にもね。まあ、都会にいるか知らないですけど、牛ガエルの鳴き声すごいんですよね。マジで都会の空聞いたらびっくりするぐらい、マジで牛の声なんですよ。雨降った後とかね、夜夕方とかに川とか池の方からね、もうってたくさん聞こえるんですよ。川の方から聞こえるんですよ、暗闇の中の。ちょっとした恐怖ですよね。あれ牛ガエルって言うんですけど、本当に牛みたいな鳴き声します。で、見た目も超でかいんですよね、牛みたいに。アイリーンいた？ OK。さあ次はですね、これケーキのろうそくです。ろうそくをゲットします。で、さらにここバレーボール大好き。ここにバレーボールを返します。うん、そしたら、ゴルフのアイアンはいらんので、こっち抜けちゃいましょう。ここにまたホーリーキャントル、ね、怪奇現象がたくさん起きるので、まあ、取っておきましょう。ホーリーキャントル、うん、アイテムがギリギリになってきたね。メダリオンは装備しなくていいかな。今度はスポーツ、ペットショップに向かいます。ペットショップには猫がうんぬんっていう話を書いてあったと思うんですけども、こっち行けたっけ。ここゴースト出てきたかも。のんびりしてるとゴースト出てきちゃうかも。早めに抜けちゃいましょう。出てきたね。あんまりグタグタしてると、これってサイレントヒルだからヒルがいっぱいいるのかな。そういうダジャレ要素もあんのかな。で、ここゴーストですね。
ボコりましょう。ボコれボコれ。あ、ぬいぐるみ取りまーす。無視でいいですけど、ボコりまーす。おい、ボコれボコれ。あらあら。あら。邪魔なんでボコりますね。これ、最初に起伏の剣が刺してたゴーストです。もう踏めねえか。踏めた。分かったか？そういうとこだぞ、お前。そしたら、ここにさっきのキャンドルですね。ろうそくをセットしますと。で、さらにさらに、ずずいと奥へ進みましょう。今度は猫ですね。先にキャンドルだったか。あ、こっちは、そうですね。キャンドルというか、アイテムなので別に行かなくてもいいんですけど、一応取りに行こうか。殴った方が早い。こっち側はね、確かアイテムだけだったかな。まあでも一応行こうか、せっかくだからね。せっかくだからまだ犬も殴れますし、倒してみましょう。音うるさ。ほっ、こっちもね、キャンドルと回復だったかな。で、あとドライバーもありますね。ドライバーもありますけど、ドライバーは取らなくてもいいかな。ここにキャンドルだった気がする。ん、どこだっけ。ちょっと 今一瞬見えてね。これ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 、奥に行くとナンバードライバーですね。ゴルフのクラブがあるんですけど、それはいらないので、取らなくていいかな。じゃあ、キャンドル回収します。あ、相手取ったか。こういう細かい行動はちょっと間違いやすいですね。OK? あ、ごめんなさい。で、さっきのスポーツショップに戻ります。スポーツショップに戻ります。アイリンいいよ、アイリンいいって。いいよいいよ。相手しなくていいよそれ。戻りまーす。スポーツショップから今度はペットショップへと向かいます。ペットショップで、拾った子猫を、返しましょう。う、頭痛が、ロキソニンが必要だ。あ、これ飛ばしちゃったな。あー、ちょっと邪魔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 。ふう、邪魔だった。まあ、メダリオン装備しとけばダメージ受けないんですけどね。なんかもったいなくて、そんなに大事にしなくてもいいような気がしないでもないけど。そしたらこっちかな。こっちだったかな。ちょっと下に降ります。ペットショップへと向かいましょう。じゃあペットショップ入りましょう。ちょっとすみません、カットしました今。ワンニャンワンニャン聞こえますが、ここに栄養ドリンクでーす。で、ここに玉で、ゴーストが出てくるので素早く猫を、いやー、うるさいうるさい。猫を返します。邪魔だそこをどけ。猫を返します。アイリンいいよ、おいでー。これで4つのものを届けることができました。で、時の扉が開かれますと。で、ペットショップ何があったかというとですね、午後8時半頃、アッシュフィールドのペットショップガーランドからサブマシンガンによるものと思われる銃の乱射音が数回にわたって聞こえると、アッシュフィールド警察に通報が届いた。駆けつけた捜査員によると、すでに犯人の姿はなく、販売されていたペットの檻や、ケージが散乱していた。
閉店作業を行っていた店員スティーブン・ガーランド氏は、サブマシンガンと思われる銃で頭部を射撃され即死、売り物のペットも全て射殺された模様。またガーランド氏の遺体は心臓が抜き取られ背中に5行の数字が刻まれ、はい、あのペットショップはですね、まあ、ウォルター・サリバンの手によってですね、殺害されてしまったみたいです。で、あそこのそのガーランドさんというかその店主ですねもサリバンによって心臓を、ね、抜かれて、ゴースト化した、まあ、人でございますと。さあ時の扉が開いたのでこの逆さの世界ですねの門が開きました。うるさいので倒していきましょう。これで先へ進めますと。全部やったかな。弾回復使っちゃうもん。どんどんチッ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 。これが時の扉です本当に、扉に時計がついてます。非常にわかりやすい。さて、ここは抜けちゃっていいんだよな。扉がたくさんありますがどんどん抜けちゃいましょう。なぜならゴーストが出てきます。ボーっとしてるとゴーストに襲われますのでどんどん抜けちゃいましょう。とは言いたいけどアイリーンが来るまで持つか。危ない。アイリーン早くやるか。オッケー。寝てろ。やっぱここのシナリオは割と長いですね。でここ山場です。犬と猿がたくさんいるんですが、犬がねみんな立ち止まったな。みんな武器を持ってます。猿は確実に1匹ずつやっていきましょう。銃を使ったり、リボルバーを使うのもありです。あ、綺麗に入りましたね。あれ山場じゃないのここ。いた。あ、ごめんごめんごめん。え、強くない？アイリーンさん強くない？犬にスタンガンはちょっとね、効きが 悪いんだけど、猿どもにね、スタンガンをぶち込んでしまえば、どこ行った？ここか！もらい！まあ、ちょっとここ銃を使ったりとかね、リボルバーを使ったりしないと結構辛いところですけど、やっぱスタンガンが非常に強力で、アイリーンとのコンビネーションをすればね、簡単に死体の山を築くことができましたと。まあ、拳銃でもいいとは思いますが、お回復も取りましたと。じゃあどんどん行きましょう。アイテム枠カツカツやな。意外と癖になる音。どんどん置いていきます。 OK、 アイリン、斧は強いね。どうしても斧は強い、仕方がない。で、これをすると、以前通れなかった。邪魔！ここは通過することができるようになります。アイリン、いいよ。やんなくていいよ。やるか。ああ、絡まった。やめとこう。回復ゲットしてきます。メダリオンも後のタイミングでいいと思います。取るのは Oh no! あー、間違えて間違えて、いいよ、アイリーもうやめてやめて、もうその人はもう死んでるのよちょっと待って、外れないアイリー、もう武器をはしまって思わずアイテム使っちゃった。まあいいでしょう。回復に余裕がないわけではありません。元気いっぱいになっちゃった。戦わないときはもう警棒を外した方がいいですね。
以前は過去に大変な目に遭いましたけど、今回大丈夫そうです。ここ戦わせましょうか、じゃあ。こっちに。アイディーさんの武闘派思考はやばいですね。ここで殴りかかろうとしたからね。私、殴ってはいたんですけど、今までもね。そいつは読んでもよかったよ。入ったね。ナイスバックステップ。よし。大丈夫？オッケー？ちょっと普通にやってみるか。デンデンデンデデデン。やっぱ普通にすると強いね、こいつね。まあすでに頭おかしいのかもしれないね。音がすごかったな。と行くと見せかけて、よく考えたらこの先まだ続きがあったので、ここで一旦アイテム整理のために部屋に戻ります。そうなんですよ、この先まだちょっと行くとこあったんですね。今回はね、この世界ですね、建物乱立の世界を突破したら次に行く場所までの間にワンクッションですね、やらなきゃいけないことがありますので、今一度ここでアイテムを、整理しちゃいましょう。そしてセーブもしちゃいましょう。今までだったらね、次なる世界への、通じる道のところでまたセーブをしてたんですけど、今回はそれがないので、ここで一旦仕切っちゃいましょう。お、また怪奇現象起きてる。さあ何が起きているか。ソファーでもない、テレビでもない、靴でもない、冷蔵庫でもないってことはこれですね。来ました、チミドルのヘンリーが覗いているという怪奇現象です。なんかブツブツ言ってますね。これは非常に強力な怪奇現象です。お焚き上げをしましょう。非常に、威力の高い危険な怪奇現象となります。なので、除霊をしちゃいましょう。もうでも大丈夫かな、多分一本で事足りる。はい、見事に、除霊完了でございます。ありがとうホーリーキャンドル。さてでは、一旦というかセーブをいたしまして、今回はここまでにしたいと思います。それではお疲れ様でした。